最近当たった機体を使用して、大規模戦に参戦してみよう。この動画には以下の成分が含まれています。すべての他社コンで当たった機体を使用する。金子のみも設計図に限る。全体は含まれない。持っていない機体が当たった時のみの規格である。どんな機体でも使用しなければならない。以上となっていますが、良い子のみんなは真似しないでください。どうも、今回はガシャコンで当たった機体で大規模戦に参加するといった罰ゲームをじいちゃんに与えられました。なんせ、罰ゲームとは聞こえが悪いゼロ。いい機体も当たるかもしれんのだからな。まあ、そうだけど、デラックスガシャコンの機体でもいいのだよね。もちろんぜ、すべてのガシャコンで当たった機体ぜ。なるほど、ならまだマシかな。ただ、どんな機体でも使わなければいけない。それ忘れるな。それが罰ゲームみたいなんだよ。ちゃんとしたモビルスーツじゃから、大丈夫ぜ。いやいやいや、そこかいい。それでじゃな。すでに今回はガシャコンを回しておる。その場面を撮り忘れたのぜ、わら。何やってんの。だから、早速じゃが、今回当たった機体はこれぜ。おう、これは本当の新機体じゃないか。そうぜ、今回はデラックスガシャコンを回しておいた。格闘機ぜから、武装はビリビリとサーベルぜ。なるほど、あれ、このクロスボーンだと連邦か。そうぜな。今回は連邦になるぜろー。ギンズぜが、使ってみるといい。もう一機体あるのぜ。ジェガン、バーナム所属機。そうぜ、ついでにこれも当たったのぜよ。ふーん。この機体ぜがな、いろいろ武装があるのぜが、すでにセットしておいたから、好きな装備セットを使ってみるといい。ふむふむ。よし、早速試乗してくるがよい。了解、スコゼロ行きまーす。はい、ちょっと使い慣れていないですが、遊んでみます。この格闘、面白いですね。
橋は危ないから壊しましょう。あらら、誰もいないのかよ。負けました。どうじゃったかな。クロスボーンは面白いね。そうじゃろ、まだまだやれる期待じゃよ。お主だとあんなもんじゃろうがな。うっちっちっち。格闘は苦手だからね。格闘は格闘じゃなく全て苦手じゃろ。けっけっけっけ。うるさいよ、毒を吐くジジイだな。まあわしの毒でしびれるがよい。もうしびれるのは嫌だね。戦場でもビリビリ多すぎなんだから。肩こりや腰痛が和らぐぞ。何の話よ、低周波か。ということで、もうすぐ機体調整が行われる。それまではビリビリしていてくれ。機体調整されてもビリビリはなくならないと思われる。じゃが、他の機体で遊べるから、ええじゃろ。まあ、戦場の変化があることを祈るね。今回はここまで。まったねー。